世界を震撼させた平野翔プロデュースのボンの革新。エムステで初披露された際には、圧倒的なパフォーマンスと中毒性のあるメロディーで観客を魅了しました。平野翔がプロデュースしたボンは、その登場とともに大きな話題を呼び起こしました。この楽曲は、伝統的な和の要素とヒップホップを見事に融合させ、その斬新な組み合わせが多くの人々を驚かせました。 エムステで初披露された際には、圧倒的なパフォーマンスと中毒性のあるメロディーで観客を魅了しました。ボンは、その名の通り、伝統的な日本の文化を取り入れつつ、現代的なヒップホップと融合させた楽曲で、平野翔がプロデュースしたこの作品は、エムステで初披露されるや否や、大きな話題となりました。この記事では、なぜ、ボンがこれほどまでに注目を集め、 どのような影響を与えたのかについて詳しく探っていきます。ボンは和の要素とヒップホップを見事に融合させた楽曲です。ボン踊りのリズムやメロディーにヒップホップのビートを重ね、これまでにない新しい音楽体験を提供しています。特に注目すべきは、そのダンスパフォーマンスです。和の動きを取り入れた斬新な振り付けは、視覚的にも衝撃的で、多くの視聴者を驚かせました。ボンは、 和とヒップホップの要素を巧みに融合させた楽曲です。この組み合わせは、平野章の革新的なセンスを如実に表しています。伝統的な和楽器の音色がヒップホップのビートと調和し、その上に乗るラップが新鮮でエキサイティングなサウンドを生み出しています。この楽曲は、日本の伝統文化を現代の音楽シーンに持ち込む試みとして、多くのリスナーに新しい体験を提供しました。 ボンの魅力は音楽だけにとどまりません。平野翔と神宮寺優太、岸士太による圧巻のダンスパフォーマンスも観客の心を捉えました。特に平野翔の胸のアイソレーションや神宮寺の美しいボン踊りの動き、岸の豊かな表情とダンスの表現力は見る者に深い印象を与えました。これらの要素が一体となって、ボンは視覚的にも聴覚的にも楽しめる作品となっています。 ボンの歌詞には、ファンへの愛とリスペクトが込められています。特に、この曲だってお前が価値を決めるんだ、というフレーズは、聴く者に自分自身の価値を見出す勇気を与えるメッセージとして受け取られました。また、日本と世界を意識した内容が含まれており、グローバルな視点から見ても非常に意味深い楽曲です。このようなメッセージ性の強い歌詞が、多くのリスナーの共感を呼び起こしました。 ボンは、ナンバーアンダーラインアイが世界を視野に入れて制作した楽曲であり、その挑戦的な姿勢が多くのファンを魅了しています。特に和の要素を取り入れたことが、海外のリスナーにも興味を引き、国境を越えた共感を生み出しています。平野翔のプロデュースによるこの楽曲は、まさに日本から世界への架け橋となるべくして生まれたと言えるでしょう。エムステでの初披露後、ファンからは、 ボンに対する熱い指示が寄せられました。何度も聴きたくなる、中毒性がある、歌詞に感動した、といった声が多数上がり、その人気の高さが伺えます。また、今後発表される他のメンバーによるプロデュース曲にも期待が高まっています。平野翔が手がけたボンは、音楽、ダンス、そしてメッセージ性の全てにおいて革新的であり、 これからの日本の音楽シーンに大きな影響を与えることは間違いありません。ナンバーアンダーラインアイの3人が作り上げる新しい楽曲の数々が、さらに多くの人々の心を動かすことでしょう。ボンの成功は、ナンバーアンダーラインアイが今後も新しい挑戦を続けることへの期待を高めました。これからの彼らの活動がどのような形で展開されるのか、ファンは大いに期待しています。特に、 彼らがどのようにして日本の文化を世界に発信し続けるのか、その過程を見守ることが楽しみでなりません。ナンバーアンダーライン愛の3人は、音楽とパフォーマンスを通じて日本の美を世界に伝えることを目指しています。これからも彼らの挑戦を応援し、その成功を見届けたいと思います。新しい楽曲やパフォーマンスに対する期待が膨らむ中、次の作品がどのように私たちを驚かせ、感動させるのか、 非常に楽しみです。プロデューサーとしての平野翔の才能がこの楽曲の成功の一因となっています。彼は歌詞、曲調、ダンスのすべてに深く関わり、ファンへの愛とリスペクトを込めた作品を作り上げました。翔の創造力と情熱はまさにエンターテイナーとしての彼の天才性を証明しています。ボンのメロディーは一度聴いたら忘れられない中毒性を持っています。ファンからは 何回でも聞きたい、一目見てすごく良い、との声が多く寄せられ、何度もリピートしたくなる楽曲として支持されています。この中毒性は、繰り返し聴くことで、ますます深まる魅力を持っており、リスナーを飽きさせない工夫が施されています。ボンの歌詞には、ファンへのメッセージが込められています。この曲だってお前が価値を決めるんだ、といったフレーズは、ファンに対する強い愛情とリスペクトを示しています。 平野翔はファンと一体となって新しい挑戦を続ける姿勢を強調しており、その姿勢が多くのファンの心を打ちました。ナンバーアンダーライン愛は日本だけでなく世界を視野に入れた活動を続けています。ボンは海外に向けた挑戦曲としての意味合いも強く持っており、和の要素を取り入れることで日本の文化を世界に発信しようとしています。これにより、 海外のファンからも注目を集めることが期待されます。ナンバーアンダーライン愛の挑戦はこれからも続きます。ショーのプロデュースに続き、神宮寺ゆ太や岩優太のプロデュースする楽曲も順次発表される予定です。これらの楽曲もまた新しい挑戦を含んだ作品となることが期待されており、ファンの期待は高まるばかりです。ボンは平野シの天才性、伝統と現代の融合、 中毒性の高いメロディー、ファンへのメッセージ、そして海外への挑戦という多くの要素が詰まった楽曲です。この楽曲がこれほどまでに注目を集める理由は、これらの要素が見事に調和しているからに他なりません。ナンンバーーアダライン I は今後も新しい挑戦を続け、さらに多くのファンの心をつかむことでしょう。あなたはどう思いますかボンの成功を通じて、 平野翔とナンバーアンダーラインアイが次にどんな確信をもたらすのか、あなたの予想や期待を教えてください。新しい音楽の形を追求する彼らの姿勢に対して、どのような応援メッセージを送りたいですかこれからの彼らの活動に一緒に期待を寄せましょう。この記事を読んで、あなたはボンにどのような魅力を感じましたかまた、ナンバーアンダーラインアイの今後の活動に期待することは何でしょうか コメント欄でぜひ教えてください。